五条散歩、相馬中村城、平将門の系譜、相馬市260年の都。中村神社、相馬神社がある馬陵公園。人波を避けて北側から入りましょうかね。さすがに奥州の冬です。蓮池、白鳥たちのお出迎え。土橋を渡って城内へ。マス型を抜けると土門。慶長16年、江戸時代の造営にしては中世の漢画。すでに300年の為政者であった相馬氏、権威を誇示する必要もなく、まあコスパ重視だとは思いますが、5ヶ月後には小高から中村に本拠を移しました。慶長16年12月2日、初代中村藩主、相馬利胤入城。多くの支配者は築城とともに地名を変えますが、相馬氏は小高では小高城、ここ中村では中村城としています。天神さん、ここは天神山と呼ばれていたそうで。妙見さん、相馬氏の氏神様だそうです。で、中村神社とは、日本語は難しいですな。それでは、相馬神社となっている本丸へと行く前に、西二の丸、西館へ。延暦20年、坂の上田村麻呂築城とか、菅原慶一の伊達があったとか伝わっています。本丸下の石積みは川石か、丸い石が。これもコスパ重視ですかな。そっちは、ああ行っちゃうんだ。行けませんって。はい、水路でした。さあ、黒橋から本丸へ。本丸跡に立つ相馬神社は明治17年建立、奥州相馬氏の祖相馬諸常を祀っています。鎌倉時代から500年以上この地を守り続けた相馬氏です。市民の初参りにふさわしいかと。私はちょっと場違いな感が。赤橋、ここも丸い石積みが。相馬中村藩260年の牙城です。